木製の黒板にオイルパステルを使い指で描くチョークアート。オーストラリアが発祥の地ですが、この珍しい絵画展が今日から銀座の伊東屋ギャラリーで開かれています。本場のオーストラリアでチョークアートを学んだ熊澤かな子さんが6年前に CAA 日本チョークアーティスト協会を立ち上げ、この協会の会員らおよそ100人が作品を展示しています。チョークアートはオイルパステルを指で混ぜ合わせて自分だけの色を作り出せるのが特徴で、日本でもこの面白さに魅せられたチョークアーティストが増え始めているということです。チョークアートはいずれも立体感とユーモラスな表情があふれています。また絵の中に必ず文字を入れるのが約束事になっており、絵と文字のバランスも見どころだということです。 CAA 日本チョークアーティスト協会は毎年展覧会を開いており、今年は銀座伊東屋で今月23日まで開いています。